ジャロット・マーテル・ダイソンは、アメリカ合衆国ミシシッピ州パイク軍、マコーム出身のプロ野球選手。右ト左打。MLB のカンザスシティロイヤルズ所属。カンザスシティロイヤルズ時代2006年の MLB ドラフト50巡目で、カンザスシティロイヤルズから指名され、プロ入り。2010年9月7日のミネソタツインズ戦で、メジャーデビュー。 同年は18試合で9盗塁を記録。2011年は26試合の出場で11盗塁を記録している。2012年はロレンゾ・ケインの控えとして出場機会が増えた。自己最多の102試合に出場し30盗塁を記録した。2014年2月27日にロイヤルズと1年契約に合意した。この年も引き続き総類のスペシャリストとして チームのリーグ優勝に大いに貢献。打率269、24打点、36盗塁という成績を記録し、通算100盗塁を達成。盗塁は3年連続で30を超えた。2015年は90試合の出場で3塁打を6本放ち、リーグ3位の26盗塁を決めた。また、オフには、故郷マコウムシのまだ名がなかった通りの一つを、 ダイソンドライブと命名された。2016年は、打撃面で好調を維持し、107試合の出場で打率、278、83安打、14二塁打、8三塁打、25打点、出塁率、340の各部門で自己ベストを記録。投類も2年ぶりに30を超えた。シアトルマリナーズ時代2017年1月6日に、 ネイサン・カーンズとのトレードでシアトル・マリナーズへ移籍した。この年は111試合に出場して打率、251、5本類打30打点、28盗塁を記録した。オフの11月2日に FA となった。2018年2月19日にアリゾナ・ダイヤモンドバックスと2年総額750万ドルの契約を結んだ。 2019年オフの10月31日に FA となった。2020年2月13日にピッツバーグパイレーツと単年200万ドルの契約を結んだ。2020年8月28日にインターナショナルボーナスプールとのトレードでシカゴホワイトソックスへ移籍した。オフの10月28日に FA となった。2021年3月5日に フルスのロイヤルズと150万ドルの単年契約を結んだ。瞬速が武器であり、守備でも玉際に強く、2016年8月25日のマーリンズパークで行われたマイアミマーリンズ戦では本塁打をキャッチした。ありがとうございます。